小泉一真の小いちゃーん<ー>ということで長野市議会議員小泉一馬今日も見てください,小,いちゃん小泉一馬トークチャンネル始まりですさてあの今日はねあの3月議会直前ということで小泉がどんな質問をするのかっていうことをねちょこっとだけねお話しさせていただきたいと思います。 で世の中ね、今、東京のオリンピックが来るとかね、札幌もオリンピック読んじゃおうなんていうことで、このオリンピックに長野がね、どうコミットしていくかっていうことが、議会としても長野市としても一つの課題になってくるんじゃないかっていうことを小泉はね、予感してますけれども、まあそんな中で、ちょっとこれね、ご覧いただきたいのはこれですね。 これがね、あの、長野市役所、旧第一庁舎。今はね、もう新しい第一庁舎立ちましたので、旧第一庁舎なんですけれども、旧でも第一なんですね。まあ、それはそれとして、これね、あのー、長野のオリンピックのエンブレム、スノーフラワーが昭和通り沿いに向けてね、バーンとこう、2、3メーターぐらいでかいのかかってるんですけど、ご覧の通り足場が組まれています。撤去作業に、 入る準備がされているところでねこういうねオリンピックのねロゴを使うっていうのはもちろんどこの自治体でも許されているわけではないオリンピック開催都市だけしか許されていない一つの特権といってもいいと小泉一真は考えますがこれがねあの小泉もね前からねこれがねじゃこれ。 第一壊す時これどうなんだどうなんだどうするんだって聞いてもね「いや検討中検討中検討中です」って答えが返ってくるばっかりでよなんかねその時はねもうこんなもん壊しちゃっても,らってもいいんじゃねえかってことをね言ってましたこれはねモニュメントでも何でもなくて宣伝看板ですから議員ってねだからいいんですよこんなのんみたいな老朽化も進んでますしねとかね そんな感じの答えでこんなものどうでもいいのかなみたいな風だったん、ね、でいやいやそうじゃねえだろって言い続けた結果なんかねこれはね解体してあの捨てちゃうためにね足場訓練じゃなくてこう取り外してどっか持っていくっていうようなねことを考えるための 作業に入小泉もそれはうんそうそうまあそれそうだよねっていう感じで見てますがそれにしてもねよそに持っていかなくてその長野市の第一庁舎のところに置いてくれればいいのにって小泉はそれでもなおしつこくねブーブーブー,ブー言,い言い続けていきたいなと思ってますがことほどさように長野市はオリンピックというレガシーね長野市だけが持っているこのパワー大事にしていない。 福岡もね大阪も名古屋もねオリンピック呼ぼうとしたできなかっただけど長野はできたそれをね十分に今後もね活用していくってことをね考えるのが長野市の立場だと小泉は思いますっていうのは <laughs> できてないからそう言ってるんですけどねでねあのー、皆さんね去年の今頃ね話が出てきたのなんかね オリンピガナミで思い出すことないですかそうですそうですこれですダダンツってこれでね分かる人はちょっと2ですけどもこれねボブスレーリュージュパーク、まあ、通称スパイラルでございます長野市が1998年オリンピックのボブスレーリュージュをここで開催いたしましたそれがねこちらなんですけれども去年の今頃ね去年って言ってもだから おととしですよね2015年2014年の12月からその年明けにかけてピョンチャンオリンピックピョンチャン2018のソリ系のベニュー競技施設がどうも間に合わねえんじゃねえかみたいなこと IOC が心配して長野でやれよっていうことをね言い出したことありましたよね覚えてます覚えてます で小泉はその時はねちょっとわンそら冷静にその時の日韓関係国民感情っていうものをね考えてもね経営ビジョンも大きな問題あるしそれはすぐに飛びつくなよって俺ブログ書いてるそばからまあ某蔵のタスト議員なんかはこれぜひやりましょう市長なんてことをね調子に乗って質問してましたけどもちょっとよく考えてやってくださいってことを小泉一真はその時は言いました。でもね これよく考えてみると IOC が2つの都市でオリンピックやってもいいよって積極的に工作仕掛けたっていうこの事実これはねよくね頭にインプットしていく必要があると思いますねでその時 IOC がね長野とピョンチャン 一緒にやっっっちゃうよって言った論拠それは何かっていうとこれなんですね、オリンピック・アジェンダ2020ってそこだけすいません、日本語で読んじゃいますけど、で20プラス20のリコメンデーションズ、これ何でしょうね、リコメンデーションズ、おすすめなんですかね。で、こういうね、アジェンダっていう方針が IOC ・国際オリンピック委員会で作りました。で、これが根拠となって、複数開催できるようになってきた。 共同開催ね分散開催ができるようになっています今のオリンピックでねその IOC のオリンピックのアジェンダ2020にのっとって言えばですよ長野とピョンチャンできるけどさっきちらっと小泉が言った札幌だって長野と共同開催できるはずなんですよでねここでねこれあの小泉が あのー、自分の報告会で作った資料ですけれども「アジェンダ20 2020」って何なんだっていうと既存施設の最大限の活用っていうことをね IOC は今後やっていくとで複,数複数の競技もた種別これ種目って意味だと思うけど開催都市以外で実施することを認めるまあ分散開催ですよねそれから持続可能性この持続可能性っていう言葉がね アジェンダ2020の中で何度も何度も出てきます。経済的な負担を極小化していく。そして環境負荷もね、抑えていく。そういった持続可能性をオリンピックとしては重視していく。だから既存施設も活用してくださいということなんです。そうするとね、札幌は今、 オリンピックのね企画のボブスレーリュージュスケルトン施設持ってません廃止しちゃいました長野日本でね長野しかないんですよ今でね小泉が提案これね小泉が提案するのはちょっと小泉としてはね大きな話しますからね「札幌2026東京オリンピックの少子計画に長野市のスパイラル活用を組めれることを漁師で研究することを提案いたしたい」 ということなんでございます。これね少し前まではできなかったんですなオリンピックの IOC の2000アジェンダ2020が出てくるまではね。でもこれ前から言われてたことで小泉の記憶ではねオリンピックあのオリンピックといえば長野オリンピック1998年ですけどもその終わった直後にやっぱりね韓国のピョンチャンが離婚してたんだけどももうねこれからは。 ボブスレー、リュージュ系のソリ系のね、種目なんかね、アジアに1個あればいいんだと、競技施設。それを分散開催、共同開催で使い回していくような構想が今後は出てくるだろうっていうことをね、もうその時から議論されてました。IOC はもっと早くね、このアジェンダ2020みたいなのを打ち出してくれれば、ピョンちゃんだって長野とね、無理なく共同開催できたのかもしれないんだけれども、まあそれは言ってもしょうがない話。だけどこれからはね、 IOC がこういうことを言い出したからには、持続可能性、そして既存施設の活用、これを十分な考えを招致計画に盛り込んだ立候補都市が招致レースで有利になっていく。そういう可能性がね、出てきてるんですよね、実際。 でね、あのこ小う泉うもちょっと調べてみましたけど今札幌では審議会でねどういう少子計画にするんだってああだってもねこうでもねってやってんだけどその中にやっぱりねアジェンダ2020には注目している委員さんが多くてこれ長野のねレガシー活用していくことも札幌考えなきゃいけないよねそういうことを言ってる人もねいるんです。これはねこれからテーマとして浮上してくると思います。 でねじゃあボブセリュウジュパーク、今どういう状況なのかというと、皆様もね、あのご心配の方々、いらっしゃると思います。オリンピックの負の遺産になりかねない状況なんですよね、今のところね。これちょっと小泉はね、以前調べたことがありまして、その時の資料です、これね、すいませんね、平成20年度か24年度までだから、ちょっとね、古い資料です。 でね、これはオリンピックの長野市ボブセリュージパークスパイダルの歳入歳出についてっていう資料ですけれどもまあ、あのー、歳入入入りがねこんだけあって一十1千万十百万,千万1万万億1600万何がし入ってきて出ていくのは2億1600万何がしこれ5年間の平均ですでそうするとねちょうど1年間で 1、十百千万、十万、百万、千万、万、一億円ぐらいの赤字が出ているっていうのがね、今のスパイラルの現状です。だからといって、これをね、潰すっていうと、また潰す、撤去費、解体撤去費にね、莫大なお金がかかっちゃう。 で今日,日ねどう潰せばそのままいいいいっていうわけでではいかないですよだってこんな緑豊かなところのこの施設ねこれ潰したら当然これもね元の自然環境に戻すようなねそういった施策だって必要になってきますよだから潰すにしてもね非常な負担が長野市にかかってくるってことは今ある施設を有効活用していくしかないんですよねで札幌がもしね。 長野を使ってやるよっていうことになったら当然修繕費用もじゃあ必要になってきますよね大改修必要になりますじゃあ札幌市さんお願いしますねって維持維持費管理費札幌オリンピックまでじゃあちょっとお願いしますねまあそんなお話だってねできるんじゃないかなと思いますよまたそういうことをねきちんと 研究し戦略的に提言できるようなかっこいい長野市であっていただきたいと小泉は思います。でね、あのー、小泉はね、そういうことを今、珍しく、珍しくっていうかね、あのー、大きなことをね、言っています。で、小泉、ちょっと待てと思う方もいると思うんですよ。お前は、サッカーじゃない、なんだっけ、ラグビーのワールドカップ2019の時 長野のあの南長野運動公園総合球技場あそこに呼ぶってのをお前反対したじゃないかと。なんでラグビーはダメでボブスレー、リュウジなんてマイナー競技それは OK なんだっていう方いらっしゃるかもしれない。それね、だけどね、やっぱりねどうしても呼べってんじゃなくて研究するってことですよ。研究は必要だと思います。そして小泉が思うにねラグビーほど 透明性は、ね、低くないいと思いますでラグビーのね方はねあの、えー、国際委員会がなんか収支見込みなんかも出してくれなかったっていう話ありますよねもう札幌は今からねあのこのぐらいの経済効果あるんだみたいなことをねホームページで発表していますそこからして全然違うんですよ所有の条件がそしてラグビーっていうのはねあれね 1>, 1週間に1試合やって、次の試合また1週間やって1試合やって、そういうやり方なんですよね。だから、東京から日帰りで長野にみんな来て、泊まらないで帰っていっちゃうって、そういう感染パターンになっちゃうんですよ。ところが、オリンピックってなるとね、ボブスレー、リュージュ、スケルトン、それぞれ4日か5日、集中してやります。そうすると、そこに宿泊需要が発生しますよね。 だから長野市に落ちてくるお金も全然違うっていうことなんですましてオリンピックですよマイナー競技って、ね、大きな声で言っちゃいけないけどもだけどねやっぱしジャマイカンボブスイとか下町ボブスイとか話題性あるじゃないですかオリンピックになってくるとね長野の知名度認知度がアップする長野市のオリンピックの町としての認知度もアップするこれねあの真剣に長野市もねし 検討していくべきだと思いますピョンちゃんが行ってきた共同開催、きょピョンチャンちゃんでやったらどうかってオリンピックの、ね、国際委員会が行ってきた共同開催、札幌でも当然ね、できるはずです。いや、やったほうが日本にとって、札幌にとって有利な展開に持ち込めるんだとすれば、長野市は助けてあげなきゃいけないと思いません小泉はそこをきちんと長野市としても研究していこう 提案していきたい皆様もいろいろご意見ください。お願いします。はい。今日の声ちゃん終わりです。